ソユーズはソビエト連邦の使い捨て型打ち上げ機、オークブ -1 が開発し、サマーラの第一国家航空工場が生産していた。ソユーズ計画において、ソユーズの打ち上げに使われ、最初の飛行は無人のソユーズの打ち上げで、その後19回にわたって、有人打ち上げを行った。第1弾に4機の RD-107、第2弾に、 RD-108 を利用しており、第3弾には RD-0110 が利用されている。ソユーズの初飛行は1966年であり、ボス砲との派生として開発されたが、新型、工場型のロケットを1段と2段に導入しており、これは旧型の種類に置き換えられ、すべての R-7 系統のロケットの標準となった。 中央の2段と周りの4機のロケットからなるが、ロシアでは、周りの4機を第1段と数えており3段構成と、する。1975年に失敗に終わった、ソユーズ 18A の打ち上げは 11A511 11の最後の有人飛行となり、これはアポロソユーズテスト計画の前に起こったために、アメリカはソ連にこの失敗の詳細を求めた。ソ連側は、 ソユーズ19は 11A511U で新型のブースターを使っており、ソユーズ 18A の故障は関係していないと回答した。ソユーズロケットは発射場近くのミックビルで水平の状態で組み立てられ、運搬された後発射台で起こされる。ありがとうございます。